ウフォフォハルゴリです。おめです。週刊チェルシー予想。先週もね、クリスタルパレスとのチェルシーのスコア予想上げさせてもらったんです。これをちょっと週刊にしていこうと。はい、今回チャンピオンズリーグ、ACミランに木曜の朝です。木曜の朝に行われます。そのスコア予想をやっていきたいと思います。じゃあ、濱家さんの方からいいですか、じゃあ。はい、じゃあ AC ミラン。予想フォーメーションとしては 4-2-3-1 だと思います。でもあります。おそらく 4-2-3-1 が予想されます。ワントップはやっぱりジルーですね。フランスのね。そうそうそう、身長高い。多分左のミッドフィルダーに、今噂のラファエル・レオンってやつが多分入ってます。これが23歳のポルトガルの選手なんですけど、まあやばい。早いし、昨日の試合では1ゴール1アシストで、ガチっすか、かなり素晴らしい選手。中盤のボランチにもトナーリってやつがいるんですけど、こいつもまあうまいですね。ディフェンスの選手なんですけど、パスがうまい。最新ではあったんですけど、フィカヨトモリっていうセンターバックのやつもいるんですけど、若手とこのベテランの融合ですね。結構戦術としては結構プレス、前線からプレスしてショートカウンターみたいな形が多いらしいんで、前のクリスタルパレスそんなにプレス今回やっぱ後ろ下がってね、引いてもらってましたけど、案外プレスした方がチェルシーとしては嬉しいかなと思うので、これ予想としては 1-0 でいかせていただきます。こんな感じで濱家でした。よし、じゃあ続きましてハルゴリの予想ですが、ハルゴリ今回 AC ミランね、昔強かった時代がありました。 AC ミラン名だたる選手が生まれてきた AC ミランなんで、強いのも分かってるし、実際チャンピオンズリーグ1位じゃん、そのグループ。そうですね。ですよね。実力持ってると。僕が今回注目していた選手はシャルル・オドケみたいなやつ。ヘッドラインね。あれ、ビルで出てきたいいフットで、あいつは使った時の使用感が良かった。なんであいつは何かしてくる、トップしたかトップか分からんけど、言って言われると思います。今のチェルシーの守備だったら。2-1 で。おお、またね。チェルシーの勝利。なるほど。を予想させていただきます。わかりました。ごちそうさまです。はい、で、次、今週、2試合ありますね。はい。プレミアリーグ、ウルブズ。はい。その試合のスコア予想。はい。濱家からお願いします。わかりました。はい、お願いします。ウルブズのフォーメーションは、直近は 3-4-3 だったんですけど、多分チェルシー相手なんで、4-3-3 で僕は来るかなと思ってて、ウルブズはやっぱ結構守備が硬いチームなんですけど、直近の試合で2失点で負けているんで、注目選手としては、ネトってやつがいるんですけど、前線の選手としてはもうかなり強い。ねっちょりしてるタイプね。そうそう。で、あとはアダマ・トラオレですね。マラシュラの入ってたんですか。そうそう。移籍したんですか。そうです。で、バケモンですよね。そうです。バケモンですよね。そう。試合は途中交代だったんですけど、で、ルベン・ネベスっていうキャプテンがいるんですけど、そいつもディフェンス系のセンターバックもできるミッドフィルダーってことで、まあなかなか守備は硬いと予想されるんですけど、なんかたまにあるじゃないですか、大量得点で勝つみたいな。僕はそれが来ると予想して、ここは。4-1 でいかせていただきます。おお、すごく決めますね。はい。ちなみに誰が点決めます？どうやろうな。いや、オカメはね、ちょっと前のあれでちょっと来そうな気するよね。またオカメで俺キャラがも結構スタメンあるんじゃないかな。あ、まあ、はい、ありがとうございます。はい、ハルゴリの予想なんですけど、ハルゴリウルブズ知らないです。すいません、知らないです。何も調べてないです。何も調べてないです。ただまあ、さっきメンバー見たときに僕のピンとくる選手、先ほどハワイの選手の話、アマダ・トラオレ、頭とら俺おるけんね、俺愛用しとったけんね、ウィレの時には。チェルシーやっぱこういう下位のチームには勝たないといけないんで、まあハバーツとマウントが得点して2対0。おお、2-0でいきます。はい。で、ジョルジージョは世代交代です、あいつは。はい。そんな感じで頑張っていきましょう。お疲れ様。今週もチェルシーも2勝してほしい。お願いします。願ってください。はい、今日も試合あるんで頑張りましょう。応援深夜の4時からおやすみなさい。お疲れ様でした。